テレビ中継所、この最後の 200m の直線、姿が次第に大きくなってきました。その姿は神奈川大学です。神奈川大学プラウドブルーのたすきが今手に持ちながら揺れるようにして、3年生の鈴木俊が運んできている。最後はちょっと苦しくなったか、苦しくなった。4年生の高橋俊光が笑顔で待ち受ける。コース足を進める、危ない、危ない、倒れそうだ、倒れた。残り繰り上げ10秒切っている。7秒7秒6秒、繰り上げまで5秒5秒、繰り上げになってしまう。あーと今スタートしましたが、繰り上げスタート。なんと今上武大学が来ました。あとわずかというところ、タイムの上ではちょっと届かなかったか。ただ今ピストルの音はなんとか間に合ったように聞こえましたが、ギリギリのところ、なんという悲劇か。神奈川大学鈴木俊、20メートル手前でなんと倒れました。4年生の高橋も今なんとかその到着を待って、あえてそのたすきを受け取っていったでしょうか。今公式な記録が出ればお伝えしますが、さあその最後の直線、東海大学が見えてきました。東海大学18番目で見えてきました。東海大学今スタートして、東海大学小松範弘4年